はいどうも、書店1話です。今日はね、お宝発見万代書店に行ってきて購入してきたものを紹介していきたいと思います。それはね、かねてから探していたものです。それがこちら。はい、スターウォーズ、ドロイドプルバ、あ、じゃプルバックドロイド、まあガチャポンですね、のガチャポンのおもちゃなんですけど、これ確か1回200円か300円のやつなんだけど、まあ定価もしくは定価以下で買えたかなと思います。これね、今 Amazon とかヤフオクとかで探してもなかなかね、コンプセットで1900円とか6種セットで1900円かな、ちょっとね高かったり、なかなかねこう気軽に手に取れない感じで、もう今売ってないんかな、もっと売れば、今スターウォーズブームだから売ればいいかなと思うんだけど、なかなか売ってないから、やっとゲットできて、なんか奇跡的。しかも仮面ライダーのコーナーにあったから奇跡の発見ですね。200円ということでね、開けていきましょう。いやー、頑丈だな。ちょっと待って、非常に頑丈なんだけど、さすが万代書店。万代書店は値段は高いけど品揃えと品質はいいというね。でもね、買い取りは安いよ多分。買ったことないけど、万代書店と似てるようなねとこ行ったら超安かった。フィギュアの買い取り価格、箱入りのね10円っていうね、出ました。でね、おお、まあ、フルバックドロイドということで走りまーす。あ、これまっすぐ走るんだ。なんかね、いろんな方向に走るやつもあるんだって。ほら、これは普通にまっすぐ走るパターンだね。いいね、 RT ユニットがさ、こうやってさこう歩くのが再現できますね。はい、外観はこんな感じで、うん、300円か200円のガチャポンにしては、まあまあかな。この部分がね、プルバックじゃなかった方が良かったね。これがなければ普通のフィギュアとして遊べるんだよね。ちなみにベーシックフィギュアの R2D2 と比べると若干小型ぐらいだから、遊べないことはない、これはぶっちゃけ。うん、ちなみに何が出るか分かんないシリーズの、まあベーシックフィギュアと同じサイズのやつと比べてもちょっと小さいぐらいで、こう置いたらまあまあ仲間だよね、完全に。あ、R2 ユニットが3体いますって言われてもさ、不自然じゃないじゃん。すごい、なんかね、これってこうぐるぐる回るやつとかもあって、なんかいろいろ個体差があって面白いらしいんだけど、まあこれは一体しかないからなんとも言えないけど、まあまっすぐおすすめになるということでね素晴らしいです。これはね、いいよ。だから本当はなんか理想を言うと、あのラジコンが欲しい、 R2D2 のなんかね、音も出るし、音出るんだっけ、わかんないけど、なんか R2D2 のこういうラジコンがあるんだけど、これはまあフルバックだけど、まあこうブワーって動いてる感じを、映像を撮るときには素晴らしいね。もういい、薄い感じもいいね。こっちとかいろいろギミックあるんだけど動かないじゃん。これとかも遊びやすいとか、出来はいいんだけど、うん、これはね動くから楽しいよね。ほら倒せる、フルバックだからね。いや、これガチャポンまた出してほしいな、このシリーズ。 R2 ユニットもういろんな種類とかいろんな色とかで出しちゃえばいいんだからさ、バンバン作ってほしいところだけどね。 R2D2 はいらないから、いろんなやつ出してほしい。 R2 ユニットってなかなかフィギュアになってないのも多いし、なってても日本であんま売ってなかったり、なんかトイザラスだけだったりさして、結構プレミア価格とかネットでもなったりしちゃうから、うん、できるだけこれはねフルコンプ買いしようと思ってるんだけどね、なんかヤフオクで買おうと思った時になんか相手の都合で買えなくなっちゃったりとか、アマゾンとかでもなかなかね、1900円ってなかなかね、ガチャポンで回したいよね。かぶってもいいんだよ、これはかぶってもいいからガチャポンで回したい。うん、はい、ということで今回はね、スターウォーズのプルバックドロイド紹介していきました。バイバイ。